ボールはサッカーと卓球を組み合わせたスポーツ。二人または二組で競技する。プレイヤーはテックテーブル上でサッカーボールをリフティングやヘディングなどで相手コートへ向かって打ち合い得点を競う。テックボールはハンガリーの元サッカー選手ガボール・ボルサーニー、コンピュータ科学者のビクトール・フーサルによって開発された。初代代表理事を務める阿久津健一が 2014年のブラジルワールドカップの直後にインターネットの記事によってテックボールを知る。2017年1月、阿久津がコーチを務めていたサッカースクールの教え子たちにテックボールをさせようと調べたところ、未だ日本に輸入されていないことを知り、それならば自身で輸入してしまおうとハンガリーにあるティックボール社に問い合わせをして日本へ輸入すべく。 働きかける活動を開始する。2017.2からティックボール社と交渉を開始して、同年5月12日に日本初のテックボールをするための台、テックテーブルが輸入される。同年5月14日には初イベントを開催。9月20日に一般社団法人日本テックボール協会を設立。以来、日本で テックボールを普及するために J リーグでのイベント等を開催している。2017年6月22日から24日にかけてハンガリーで開催された第1回世界選手権に出場し、日本はワッセ、菅原カナエダを日本代表に選出し、シングルス、ダブルスにエントリー。ワッセはシングルスベスト16、菅原カナエダもベスト16。 二人で望んだダブルスではベスト8の戦績を残す。2018年は10月にフランスで第2回ワールドカップカップが開催される予定である。日本テックボール協会。ありがとうございます。